こんにちは、フリースピリッツです。本日はこちらデシベルのギャルソン型2つ折り財布ピックレザーをご紹介させていただきます。こちらデシベルというブランドさんは1956年創業の革工房佐藤商店の3代目の内田氏が手掛けるブランドとなっております。特徴的なのがこの国産のピックレザーを使ったアイテムがすごく多く展開されているんですけれども、こうメイドインジャパンにこだわって、なおかつこのあまり知られていないこの豚革の魅力をこう製品として作られているブランドさんでございます。この自転車が好きな革職人さんが立ち上げたブランドになりまして、こう自転車バイカーの方でもちょっとグローブとかつけてても扱いやすいお財布とか、そういった風にこの自転車が好きな職人さん視点のものづくりっていうのも少し垣間見えるので、すごくこう見ていて面白いアイテムが多いブランドさんでございます。こちらのギャルソン型2つ折り財布、ギャルソンっていうのがパカッと開けていただいて、こんな感じでかなり小銭が見やすい設計になっているこの形のことをギャルソンだと呼びます。なのでギャルソン2つ折り財布、これが一応お札が2つ折りに入るサイズなのでギャルソン2つ折り財布という名前がついております。このギャルソン型の小銭入れがこうかなり大きく開くので、手が大きい方でも結構こう扱いやすいお財布となっております。で先ほどブランドさんの紹介で話したように、この自転車とか、ね、バイクとか乗ってる方グローブつけてたりすると思うんですけども、このグローブをつけた手でもガシッと小銭を、ね、つかみやすいような設計になっております。でこのギャルソン型2つ折り財布ということで、お札もしっかり入るんですけれども、開けていただいて横ですね、右側こちらにお札ポケットがついております。そしてこの小銭ポケットの横、ここの大きく開くマチのポケットにカードを収納していただけます。こういう感じで見やすいカード段が2つと、あとこの小銭とこのポケットの間にもこんな感じでポケットついてるので、よく使うカードはこのポケット、個別ポケットに入れて、あとは持っておきたいカードとかはここにざっくりと入れていただけるようなものになっております。あとこう閉じていただいて、後ろ側こちらにもポケットついておりますので、交通系の IC カードとかここに入れておけばこのまま改札通ることができますので、実用性にも優れたお財布となっております。はい、では実際にお金を入れてみたので、こちらを開けていきたいと思います。積みはこんな感じです。結構たっぷり小銭も入れたので、厚みが 3-4 センチぐらいはあります。で開けていただくとこんな感じですね。カードを結構今たっぷり入れてみたんですけども、真ん中に1枚とこっちに5枚で、ここにざっくり2枚で、ポケットに2枚で、合計10枚入れてみました。でお札はここにこんな感じで入っております。そして小銭なんですけども、こんな感じでめちゃめちゃ見やすくなっております。ボックス型っていうよりこのギャルソン型って呼ばれる感じで、この深いんですよね。深いんですけど、この見るポケットがすごく広いので、かなりこう滑らせて見やすくて落ちにくい作りになっております。こんな感じで横に出してもいいですし、こっち片手で持ってグラッと出していただくとすごく見やすいんじゃないかなと思います。結構小銭を使う場面が多い方とか、小銭を多くこう貯めちゃいがちな方でもすごく使いやすいんじゃないかなと思います。一応後ろにも1枚カードは入るので、合計10枚11枚
ほどカードは全然入れていただけるんじゃないかなと思います。多分カードが 4,5 枚とかであれば本当にこうかなり厚みは変わる、なんか持った感じのスッキリ感が全然違うので、カードはそんなにいらないよって方だともっとこうスッキリお持ちいただけますね。結構小銭入れがちっちゃくなりがちな2つ折り財布が多いと思うんですけども、このデシベルのギャルソン型お財布は小銭がかなりこう見やすいっていうのがポイントになっておりますので、ちょっと小銭入れもう少し大きい2つ折り財布がいいな、もっと見やすくて取り出しやすいのがいいなって方だとすごく使いやすい形なんじゃないかなと思います。この今回ご紹介しているのがピックレザーのタイプになるんですけれども、その名の通り豚革のアイテムでございます。豚革っていうのは結構こう毛穴とかもはっきりこう見える革なんですけれども、これがまた一つ一つ表情も少しずつ変わってくるので、牛革とはまた違ったこの見た目からの風合いも楽しんでいただけるかなと思います。で、豚革っていうのが結構こう牛革よりも薄くて軽い素材ではあるんですけれども、かなりこう毛穴が分かりやすいっていうのも要因の一つで、かなりこう通気性のいいレザーとなっております。なのでこうあの自転車乗る方とかだとこうズボンのポケットに入れたりとかして、こうずっと座ってるとお尻蒸れちゃったりとかするかもしれないんですけども、そういった意味でもこう牛革よりもかなり通気性がよく耐久性にも優れているので、こう自転車好きの職人さんだからこそこの豚革の魅力に注目してこういう製品を作られております。結構触った感じはツルツルとした質感で、使っていくともっとこう柔らかく革全体馴染んでいって、色の変化とかも楽しんでいただけるようなレザーでございます。今持っているのがチョコという焦げ茶のお色味でございます。内装もこう全てこの豚革で作られておりまして、このシャツポケットの裏でさえこの同じ豚革で貼り合わせていますので、かなり高級感もしっかり、こう耐久性にすごく安心感を持って使えるようなお作りのものとなっております。そしてこちらがキャメルでございます。豚革のシリーズの中で一番明るいお色味なんですけれども、使っていくともう少しこう徐々に落ち着いたお色味にもなっていくので、革の変化をすごく楽しめるようなお色味でございます。結構明るめのオレンジに、オレンジ寄りのお色かなと思うので、女性の方でもすごく人気のお色味でございます。そして3つ目がこちらのブラックでございます。かなりこうツヤっとしていてかっこいいシックな雰囲気のお色味でございます。こう形がこうカジュアルめではあるんですけれども、黒とかこういうちょっと落ち着いたモノトーンのお色味だと結構ジャケットスタイルにもすごく映えるので、こうシーンを選ばず持ちやすいお色味かなと思います。はい、ということで今回はこちらデシベルのギャルソン型2つ折り財布のピックレザーをご紹介させていただきました。この通気性の良さが魅力なんですけれども、何よりもこの豚革を製品として使いたいというこの職人さんの思いだったりとか、この日本製にこだわって作られているっていうのがすごくあの魅力のブランドさんになります。この豚革も本当に国産で、なめしも東京の墨田区でっていう本当にこだわりにこだわった革を使っておりますので、あんまりこう豚革の製品ってなかったりするので、ちょっと一度手に取って豚革の良さっていうのも知っていただけたらなと思います。他にも長財布だったり、ミニ財布だったり、デシベルさん他の形も財布ございますので、ぜひ商品ページなどなどをチェックしていただけたらなと思います。では本日もご視聴いただきありがとうございました。